メリーバード号メリーバード号は、広島県広島市と岡山県真庭市、鳥取県倉吉市、百合浜町、鳥取市を結ぶ高速バスである。中国地方の拠点都市である、広島市と鳥取県の県庁所在地である、鳥取市を結ぶ、引用連絡路線の一つである。岡山自動車道の全通に合わせて1997年から2010年の間は、 山陽自動車道を経由し、広島県第二の都市である福山市での乗降も扱っていたが、現在は中国道経由に改められ、福山市は経由しなくなった。メリーバード号の愛称を持つ高速バス路線には他に、広島市と米子市を結ぶ路線もあるが、同じ愛称ながら、途中経路や運行形態が大きく異なる。1日に往復運行。 全便座席指定制となっている。運行開始当初は全便が矢頭郡地図町を経由し、倉吉市を経由しなかったが、増便後に一部の便が倉吉経由となり、2011年5月31日の運行をもって地図経由便が廃止となって、減便となった。太地は停車停留所。広島県内及び岡山県内、鳥取県内での相互の乗降はできない。 2010年10月1日のダイヤ改正で経路等が大きく変更されたため参考のため両者を併記する。中高に往復。ありがとうございます。